見に来てくれた皆さん、主が撮影を失敗してしまいました。音声がないのはもちろん、録画もまともにできていませんでした。気づいたのが終盤で撮り直しもできない状態でした。本当にすいません。それではここから本編です。エルカチャンネルの時間です。主は体調不良のため、私ミリアルが代わりに担当します。今回はまん延防止も解除されたので、あるところに行ってきました。熊本城にやってきました。熊本城です。2016年の熊本地震で被災し、行きたくても行けなかった場所です。待ち遠しかったので昨夜は眠れませんでした。久しぶりにやってきました。大きくなってからは来たことがなかったので、ワクワクします。熊本城を横目に特別見学通路を通ります。平日でしたが、思ってた以上に見に来てる人がいました。観光バスも来ていたので、週末になればすごいんでしょうね。エルちゃん、中に入ってみましょう。入り口は地下1階の穴蔵、天守閣のエントランスとなる小天守地下は、石垣や井戸などの幻想する遺構を生かし、江戸時代に台所だった空間をイメージできるような展示を行っています。壁を見ると耐震設備のオイルダンパーが、観光客に安心して見学してもらうため見えるように設置してある。階段を上ると熊本城の歴史の展示がしてあります。1階は加藤次第、熊本城を築き築城の名士と呼ばれた加藤清正による築城の歴史が紹介されています。城とともに清正が力を入れた河川改修による城下形成の変遷が、プロジェクションマッピングを使った展示により見た目にも分かりやすく解説されています。2階は細川時代、寛永9年1632年、加藤清正の息子加藤忠広が改易によって熊本城を離れると、偶然現在の福岡県の小倉城から細川忠利が城主として移り、細川家の時代に入りました。細川時代の熊本城や城下の変遷について紹介されているほか、かつて天守に保管されていた甲冑や武具が展示されています。3階は近代です。明治時代以降に軍の管理下に置かれた熊本城の歴史と、西南戦争と天守の焼失、明治22年1889年の熊本地震、昭和35年1960年の天守再建までが映像などで紹介されています。明治10年1877年2月に起きた西南戦争で、新政府軍と薩摩軍が争い、薩摩軍に攻められた熊本城は50日余りにも及ぶ籠城戦の舞台となりました。何度も苦難を乗り越えてきた熊本城の歴史がよくわかる展示になっています。展示エリアも次の4階現代で終わりです。天守閣が復旧に至る過程を説明した年表や、被災状況を再現した模型、復旧工事で採用された制振ダッパ、地震の被害を抑えるために壁や柱などの接合部に設ける装置などの設備が紹介されています。さらに熊本城の復興を目的に寄付をした復興城主の名前が表示されるデジタル芳名板が設置されています。熊本城ミュージアムワクワク座にも設置されていますが、実際に熊本城天守閣の中で名前が表示されるのは嬉しさも格別ですね。熊本城の歴史に触れながら登っていると、レンジ窓から第三の天守と呼ばれる宇土櫓が見えました。教えてもらった話だと近々復旧工事に入るので数年は見れなくなるそうです。エルちゃん、お待たせしました。最上階にやってきました。最上階は展望フロアとなっており、復旧復興が進む熊本城と熊本の街並みを一望できます。最上階から見ると復興の進捗だけでなく、未だに残る熊本地震の痕跡もはっきりと見えます。復旧が進む喜びとともに、完全復旧までの道のりの長さを実感できるはずです。スマートフォンアプリの AR 拡張現実機能を使って
明治5年1872年に撮影された風景と現在の街の様子を重ねて比較できるのも新たな試みです。専用のアプリをダウンロードすればスマホやタブレットによって古写真を重ねた眺望が楽しめます。エルちゃん、熊本城を久しぶりに見学できて満足しました。出てきた時に時計を見るとそろそろあれが始まる時間になっていました。おもてなし部招待、そうです、おもてなし部招待の演舞の時間になったのです。見たことがなかったので主は子供のように喜んでいました。始まると体中がビリビリしたそうです。小さい頃に遊園地で見たヒーローショーを思い出したそうです。残念ながら正直名前を聞いても誰か分かりませんでした。大河ドラマ見とけばよかったですね。それにしてもかっこいいです。一人一人が輝いています。今回演舞をされているのは4人の武将、小西行長、島津義弘、黒田官兵衛、南条元清に一人の姫様、八祖姫、主が演舞の間中姫様かわいいとつぶやいていました。困った人ですね。エルちゃん、演舞も終了したので特別見学通路南ルートを通って城西園に戻りたいと思います。熊本地震後に近づけなかった崩壊した石垣や被災した建造物、熊本城の石垣でも特に有名な仁王の石垣や本丸うどんの地下通路暗がり通路を間近から見学できるようになりました。通路を歩きながら昔の人たちが作った熊本城の凄さを改めて感じました。全体が復旧するまでに何年かかるのかは分かりませんが、また見れる日を楽しみにしています。エルちゃん、城西園に戻ってきたのでミュージアムワクワク座で大迫力の熊本城の VR 映像や被災復旧プロジェクションマッピングを見たいと思います。綺麗になった熊本城を見れて本当に良かったです。今度はみんなで来たいですね。それでは次回も見てくださいね。ご視聴ありがとうございました。